よいしょ。ああ。はい、こちらガレージです。いつもたくさんのご視聴、本当にありがとうございます。今日は、なんちゃったっけ。今日は、いい天気ですね。ここ、理学の里へやってまいりました。はい、こちらクラウンのオイル交換をします。距離はちょっと5000キロぐらい、ちょっと超え、走ってるんで、ちょっと走りすぎたんで。今日はオイル交換やっていきます。あとフィルターもね変えます。これ実はね、まあこれちょっとちっちゃいけど、まあまあまあね、俺はあんまりこういうのは気にせんねんけど、赤が好きやけん赤のフィルター使いようだけど、フィルターは、オイルエレメントはオイル交換2回に1回の間隔で変えるようにしています。このフィルター変えるのはまあ、手で回らんので、この専用のね、フィルターをこう掴んで、ぐっと回す専用の工具がいるんだけど、まあ、これはね、安いです。1000円もせんかな、5、600円じゃないかな。最近の車、トヨタの車とかは、こういうのじゃなくて、カポッと、こう、下からこう、被せる形で回すやつが多い。回しにくい位置になってるか、まあ、どうなんかちょっとわからないけど。フィルター、このフィルターっていうのは、その、トヨタと日産でちょっと、この穴の径が違ったりとかしてね。何でもかんでも合うかって言ったら、意外とこう車種で、大体は統一されてるんやけど、トヨタはトヨタ、日産は日産、あと三菱とか、ホンダとかは、どっちかに入るんやけど、僕今ついてるのこれ日産用なんやけど、まあちょっといろいろ小細工しとるんで日産用のフィルターをつけてます。まあだからといってね、吸収ゴミを取らんとかそういうことはないんで、まあこまめに変えていけば、まあそもそもね、まあこれまたオイルの話になるとちょっと長くなるんやけど、オイルね、安いオイルだと何ちゅうかな、汚れを落とす成分、エンジン内の汚れをね綺麗に洗い流すっていうかね、汚れを落とす成分も少ないっていうか、安いオイルってあんまり入ってないよね。で、その汚れを取ったやつ、まあ汚れがね、取ったやつをまたエンジンに戻さない成分も大事なんよ。それが入ってないと、汚れは取らないし、取ったやつがまたエンジンに戻ったりとかして、結局この、フィルターまで、その汚れとか、まあゴミっていうかな。そういうのがここまでたどり着かない。なんで、この役目っていうのはゴミをろ過する、ここにゴミを溜めていく役目なんやけど、ここでオイルをね、綺麗に、ゴミのないオイルにしてまた戻すっていう仕事をするんやけど、ここまでゴミが来ないと、エンジンの中にずっと留まってるんですね。ゴミが。なんで、安いオイルっていうのはそういう作用っていうのが少ないんで、まあ、フィルターを変えたからといって、オイルは綺麗になるけど、ゴミが、こう、エンジンの中に残ったままっていうね。まあ、そういうことが、そういう可能性はちょっとある。時々ね、まあ、僕1年にこれ、3回か4回オイル交換するんやけど、まあ、3回に1回ぐらいは、いいオイル使って、こう、エンジンの中を綺麗にしてあげるっていうかね、まあ、そういうのは大事かなって思います。よくまあ、オートバックスとか、カー用品店で売ってるエンジン内を汚れを取る、なんちゅうかな、オイル添加剤っていうかな、洗浄剤とか、そういうのもあるんやけど、まあ、果たしてね、あれが、どれほどの効果があるのか、ちょっと、よくわからんところではあるんやけど、まあ、あれ入れてね、エンジン洗浄剤っていうのをオイルと一緒に混ぜて、添加剤として混ぜて、エンジン内のオイルの汚れ、まあ、エンジン内の汚れとかをガーッとこう取って、取ったやつが、これに、こいつで、集めるっていうかね。で、これを交換しないと、
またエンジン内の汚れ取ったやつがまたぐる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 エンジンの中で循環してるだけで意味がないちゅうかね。まあそういうことがあるんで、そのタイミング入れるタイミングとその次回入れた後の次回の交換っていうのは大事になってくるんじゃないかなと思います。まあちょっと難しい話ちゅうかね、オイルの話しだしたらちょっと長くなるんで、さっさとオイル交換していきます。タイヤがねえけんな、今日こんなんでもしよっか。先よりはマシやろ。今日はこれ使います。これは燃えるゴミで出せるんかな。これどうなんや、燃えるゴミで出した方がいいんかな。あとで純子に聞いてみよう。手軽にオイル交換、汚れたオイルを吸わせて廃油処理、コメリで300円ぐらい。よしよし、じゃあ旅立ってきます。よいしょ。こいつ。撮影は難しいな。これかな。こいつな。めちゃくちゃでけえな。24。ドバッといっけんね。さっきまで走りよったけど、あったかい。もうだいぶ冷めちゃうかな。よいしょ。最悪や。はい。オイルが、できてる間待ちなんで、またオイルの話。オイルの話は面白いんよ。1時間ぐらい話してぐらいオイルの話っていっぱいあるんやけど、今回はこのパッキンまだ大丈夫そうっちゃ大丈夫そうやけど、もう一応変えようかね。なんかちょっと滲んどったっけね。まあオイル漏れはそんなに俺は気にせんのよ。減れは足さいいし、ね、漏れてる場所によるわね。このパッキンのとこ、要はドレンのとこからちょっと滲んでるぐらいやったら、まあそう大ごとにはならん。
まあそのオイルがね、地面がオイルで汚れるから、あの環境とかそういうのには気をつけんといかんけど、駐車場とかね、普通の公共の駐車場でオイル汚してそのままやりっぱなしで帰ったりとかいうのは悪いんやけど、旧車ってそういうのやっぱあるんよね。止まってた後に、駐車してた後、オイルやら水やら、あのラジエーターに穴が漏れた痕跡があったりするんやけど、あーやっぱ若干、これ新品ね、でこれが古いやつ、どうわかるかな、ちょっとやっぱあの凹凸が新品、こっちが古いな、こっち新品、大したことねえな、まあ一応変えよう。ほい、これな、この赤いの、こいつをこれで引っ張って回すと、左回し、回しにくいよな、まあそんなにこれも強くは締めてない、もう本当はなんか規定のあれがあるんやけど、極端に言うたら手で締めてもいいぐらい。よいしょ。はい。で、新しいのをここから出して、エレメントをつけるときは、この新品のときはね、ここの、よいしょ、ここ、このゴムってこれパッキンね。ここにちょっとオイルをつけてあげるといかんだよね。はい、オイルつけて、ここから元を掘ったところに刺す。よいしょ。なんかね、手で回らんようになってから何回転とかってあったと思うんやけど、もう手で締めれば十分なぐらい。よし、OK。まだやな。これポタポタが、まあ止まるか止まらんかぐらいの時でもういいと思います。やっぱオイルの話ね。まあオイルっていうかね、環境問題やね。まあ僕はあんまりそういう難しい話はわからんねんけど、まあこういう車乗ってるとね、どうしてもその、環境とかエコとかとはもう、正反対のところを生きよるわけやんか。あまりね、いろいろ偉そうなことは言えんねやけど、まあ一応ね、まあお国の定めたルールというか、車検に受かって、警察に捕まることなく公道を走れてるんで、別にこそこそする必要はないんやけどね。まあ排ガスとか、オイルが漏れたりとかね、ラジエーター液が漏れたりとかすることが、まあ、あるんですよね。まあ、そういうのをなるべくないように注意してね。マナーとか。中にはね、こう、前潜めるような旧車乗りもやっぱおるんですよ、世の中ね。迷惑かけるっていうかね、危険運転とか、煽りとか、まあ、騒音とかね。厄介な奴らがおる中、おるんで、そういうのを、がね、一部おるだけで、まあこういう車乗ってると、まあそういう風に見られるっていうこともあったりとかして、まあこっちとしてはまあ迷惑な話なんやけど、まあなるべくっていうか、もう絶対的に、こういう目立つ車乗ってる以上は、普通に道路走るときもね、気をつけてね。走っていきたいと思います。はい、よし、もういいかな、よし。はい、これね、ちょっとバーッと出すぎて
うわっと溢れるんよね。これをもうちょっと幅が広いか、これが深すぎた、要は、もうちょっとこれを減らしとけば多分、跳ね返って飛び散ることなかったかもしれんな。ちょっと次は気をつけよう。よいしょ。これで、出して。よいしょ。で、ガムテープ貼って、捨てると。はい。オイル抜き終わったら、もう一刻も早く、ジャッキを外す、ジャッキを下げる、車体を下げる。もう、上がった状態っていうのはもう気持ち悪いんで。とりあえず、ジャッキ、車体下げて、それからオイル入れます。軽量カップ忘れた。まあ大体やけど、いつも。これ、この車は4リッターちょい入るんで、今回エレメント変えたから 4.5 ぐらいかな。そんな入らんか。まあ大体でいきます。これ多分2ぐらいやから。ちょっとこれで一旦見ろ。よいしょ。でこのゲージ棒で、この棒でオイルの量を確認すると。ちょっと先についてるぐらい。今、こんな辺ぐらい。先っちょぐらいだけ。もうちょいね。今、見えにくいな。このギザギザの下半分、ちょっとぐらいかな。これよちゃん。どげちゃんの。え？どげちゃんの。今ここ。え？オイル交換しよう。今ここっちゃうの。え？今ここっちゃうの。え？何時間？今日忙しいんじゃないの？忙しい。もう帰らない。え？もう帰らないです。何しに来たの？いや、ちょっと出てきたけど。あ、そう。そうそう。やっぱ、ジョコさん、挨拶しとかないと分かる？そりゃそうじゃん。そりゃそうじゃん。はい。今、ここら辺な。あれ？これって、この棒ってマグネットになっちゃうな。まあ一応まあゲージで規定量まで入れたんやけど、まあエンジンちょっとかけて、オイル循環させてね。それからもう一回ゲージで測ると確実だと思います。ちょっと少ねえな。今やっぱ循環したけん。少ねえな。もうちょい入れよう。よし。はい。このギザギザの真ん中ぐらい。このゲージの。こんなもんで。よしです。まあ僕いつもこんくらいのレベルで入れます。で、あとはオイル交換したら、ちょっとエレメントのとことか、あと下ね。漏れてないか確認する。これは大事。
はい、オイル交換終わりました。まあ、オイル交換自体はね、まあ、なんちゅうことはない作業なんやけど、まあ、値段で言うとね、そう、スタンドとか、まあ、オートバックスで頼んだ場合と、自分でやる場合、まあ、どのくらい違うかっていうのは、まあ、まあ、車とかオイルにもよって変わってくるんやけどね。だいたい標準的に、ガソリンスタンドで頼むと、リッターあたり1000円ぐらいかかるかな。これで言うと、まあ、4、5000円。これ、かな。だいたいね。で、今回の費用は、オイル代が1300円ぐらい。で、エレメントがあれが7、5、600円したんかな。で、あのパッキン。あれが100円ぐらいかな。もうちょっとしたかな。うん、なんで、まあ、2000円ぐらいか。なんで、半額ぐらいでやろうと思えばできるっていうことですね。自分でやるとね。いや、まあ、もう、これはもうオイルの値段でもう、ぐんと、あの、スタンドでやるよりも上がる場合もあるんで、まあ、それはね、一概には自分でやるからといって安くできるとは限らない。まあ、安く上げようと思えば自分でやった方が安く上がるっていうだけですね。はい。今回は、